岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはデザインアクセサリー。今回ご紹介はイヤリングが4点と、そしてネックレスが2点です。まずはネックレスを2点トルソーにセットしてご紹介していきます。616番です。こちら普段使いにも良い長さ、アジャスターは短くセットしています。猫のお顔の部分のパーツはシェルです。そして天然石のペリドットが下がります。シェルの部分はお色が違います。こちらは黒っぽい感じで、逆側はブラウンベージュの感じです。こちらとこちらです。カニカンでセットし、アジャスターがあります。そしてアジャスターの先端にはブラックスピネルが3粒。615番です。こちらつけた時に Y 字に下がるデザインです。素敵なデザインです。レッドジェードのこちらはラウンドカットです。メガネ止めで丁寧につないであります。下がりのジョイント部分もキラキラします。ロングですがカニカンでセットし、アジャスターがあります。イヤリング4点髪のモデルさんにセットしながらご紹介していきます。ピンク系で上品な色合わせです。淡いオレンジの天然石はオレンジムーンストーンです。途中にメタルピースを挟んで仕上げてあります。そしてコットンパール、猫のデザインです。ツヤツヤの猫のお顔はこちらシェルです。そして黒い天然石はブラックスピネル、猫のデザインです。ぷっくりした白猫のお顔が可愛いですが、こちらは素材がシェル、そしてお首の下とこのチェーンの上の方についてる赤い天然石はルビーです。メガネ止めで綺麗につないであります。ブラウンとピンクの色合わせがとっても素敵なんです。一番上はボツワナアゲート。アゲートはこの縞模様が特徴的な石です。そして淡水パール、一番下は玉ねぎみたいな形をしていますが媚薬オーツ。お店の入荷情報ページは動画に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは常時委託作品も募集しています。詳細はお店のホームページをご覧になってみてください。You can now order from Min overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@noropeco